こんにちは、不動産専門税理士の渡辺浩二です。今日ですね、税務相談 Q&A、 物件購入後に値引き、減価償却どうなるのというテーマでですね、お話ししたいと思います。この配信はですね、不動産の税務相談 Q&A を1日1つずつですね、解説しております。2014年からですね、メルマガで書いてきた内容をですね、厳選して紹介したいと思っておりますので、ぜひですね、チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。それからですね、メルマガの登録、これ無料になっておりますので、こちらもですね、よかったらお願いしたいと思います。ではですね、質問です。新築の賃貸物件を購入し、確定申告をしました。その後、今年になってですね、建物の不具合があったことが発覚しました。売主業者さんと交渉の結果、売買金額のうち300万円値引きするということになって、返金を受けました。この返金は収入でしょうか、それとも減価償却を直さないといけないのでしょうか、という話ですね。もうすでに確定申告しちゃったんですよ。しちゃった後に値引きをして、ね、お金をもらいました。これどうするんですかって言ったお話ですね。ではまずですね、原則です。原則の話ですね。値引きがあった場合には、値引きの金額は収入に計上するってことが原則なんですよ、ということですね。この300万円っていうのは収入に計上する。これが原則ですよ。しかしですね、それでは値引きがあった年にですね、多額の収入になってしまって、税率が上がってしまい、税負担が多くなるという可能性が出てきちゃうんですよね。というのも、所得税というのは超過累進税率なんです。所得が、ね、高くなれば高くなるほどですね、この超えた分ですね、こういった部分に高い税率がかかってくるんだよということになるので、一気にですね、その土地にガッて収入に入ってしまうと高い税率になってしまうんだよと、それはちょっと大変だよねということになるわけですよね。でそこでですね、通達というのがですね、所得税法基本通達49/12-2というものがあります。ちょっと長いですけれども、ちょっと読んでみるとですね、業務のように供する減価償却者について値引き、割戻しまたは割引があった場合には、次の算式により計算した金額の範囲内で、その値引き等のあった日の属する年の1月1日における当該減価償却資産の取得価格及び未償却残額を減額することができますよっていうことを書いてます。値引きがあったら、次の算式で減価償却のですね、取得価格と未償却残高を減額して対応できますよということが書いてあるんですよ。でその算式って何かというとですね、値引きの金額かけるその年1月1日の取得価格分のその年1月1日の未償却残高ですね。ちょっと分かりづらいですよね。値引きの金額にこれ何の割合かけてるのっていう話なんですけども、これは取得価格のうち減価償却してない割合だということですね。未償却残高っていうのは減価償却した後の金額だったので、取得価格のうち まだですね、減価償却してない割合、これをかけるんですよということになります。ですが、例えばですね、値引き金額が300万円ですよと、建物金額が1億円、未償却残高が9500万円ですよといった場合ですね、つまり過去ですね、500万円償却しちゃってますよといったケースです。で先ほどの算式に当てはめると、300万円かける1億分の9500万円ですね、かけると285万円です。285万円、なので1億円から300万円値引きがあったので、300万円引いた9700万円、これが取得価格としていいですよと。で9500万円の未償却残高ですね、ここからこの割合かけてですね、285万円、これ引いた金額9215万円、これが値引きした年の1月1日時点の未償却残高としていいですよということになるわけです。これ、ね、同じ通達なんですけども、値引き等の額から取得価格と減額した額を控除した残額っていうのは、値引き等のあった日の属する年分の総収入金額に算入しますよというふうに言っています。つまり300万円値引きだったんですね。で285万円だけこうさっぴいてるんですよ。未償却残高からさっぴいてるので、15万円、この残額15万円っていうのはこれ収入ですよという話ですね。収入ですよということです。非常に複雑な、ね、計算式をしてるんですけれども、結局何の計算してるのかって話ですね。何の計算してるのというとですね、値引き分をですね、2つに分けてますよというふうに考えられることができますよと。つまり本体のうちですね、今まで減価償却した割合分、今まで減価償却した割合分というのは収入の方に計上になりますよ。減価償却していない割合分ですね、減価償却していない割合分というのは本体から、まあ、未償却残高から控除してください、まあ、そんなような位置づけになっているということになります。非常にちょっと難しいですけども、まあ、考え方ですね、考え方だけ分かっていただければいいのかなと思っております。